牧師服の男第一章事件当夜静かで美しい開港植民地 D 氏にほとんど隠遁的な生活を送っている老男爵松井俊之助氏の贅沢なアパートメントの居室をある夜8時きっかりノックしたものがあった。 春、三月初めの決して冷たい晩ではなかったが、老男爵は壁に切ったストーブに膝掛けで包んだ足を弱々しく向かわせながら、その音を聞くと何か運命に追い詰められたように、太い悲しげな吐息を漏らして、隣室の老婦人の首を巡らせた。ばあやさん、お客様のようだよ。村上氏だろう、うきっと。 多分、ほころびものでも縫っていたのだろう。糸くずのついた前かけを外しつつ、召使いのノブが現れると。そうでございますね。お約束のお時間ですから。と、彼女はまっすぐにドアの方へ近づいていった。扉には内から覗き小窓があった。ノブは隠しをあげて、ガラス越しに見ると。 黒い縁広の帽子をかむったブラシのように濃いひげを生やしたきらりと光る両目鼻眼鏡の中年男が立っていた。こんばんは。扉を引くと廊下の男が低い底力のある声で言った。松井男爵はおられますか。はい、あの、村上様でございますかそうです。 と、客は名刺を取り出した。どうぞ、お入りくださいまし。ノブは、陰銀に客を中へ生じた。客は帽子を取って、古びたトンビを肩から外すと、黒い襟の詰まった牧師服になった。その間にノブは、主人のそばに戻って、村上様がお見えになりました。と、 手にした名刺とともに取りついた主人は諦めたようなため息を再び大きく漏らし弱々しげに膝掛けを取って立ち上がったそこへ客は大股に近づいてきた「男爵でございますか」「いかにも私が松ついです」「男爵は猟犬に追いすくめられた羊のような」 弱いうちにもかなりの敵意の示されている目を訪問者に返した。お目に書か,かれて幸せです。が、牧師は相手の気持ちなどにはこだわらない風で、がっしりした手で握手を求め。私は C 氏の村上です。どうぞよろしく。そして二人は、 暖炉に向かった二つの腕椅子に斜めに対し合いながら深々と腰を下ろしたのだった牧師村上慶吉それは D 氏と海を隔てたシナ・ C 氏の古い一教会の管理者だった彼は数日前突然未知の人松井男爵に書を寄せて同教会所蔵の古い文書から かつて C 氏に在住した同教会の一信者の宝石数十個が本人死亡の後は同教会に寄付せられる約束になっていたにかかわらず、いつの間にかそれが個人の義兄、松井男爵の手に保管されている事実を発見して、それの異常を申し込んできたのだった。松井男爵は記録の前には無力だった。 まもなく村上牧師は宝石受け取りのため D 氏に渡ってくることになり、昨日は到着直前の戦中から今夜の訪問時間をきっかり8時と無電で知らせてよこしてあったのだった。二人はしばらく黙って、炉皿に燃える焚き火を眺めていたが、ふと牧師は顔を上げて、早速ですが、 私からお手元までお送りいたしました宝石目録にはご意見はございますまいね。と、要件を高飛車な調子で切り出し始めた。意見老男爵は相手の言葉を聞くと苦痛に近い深いしわの刻まれたメランコリックな顔を憤しげに起こして。意見といえば、もちろん私にもあります。 一体あの宝石は私と弟の協力で得たものなのです。私たちは事業で利益を得るごとに宝石を収集しました。そして結局はそれを折半する約束になっていたのです。もちろん私は弟の教会に残した記録をはっきりとは知らなかったのです。ノブがそこに二つのカットグラスと ウイスキーのデカンタを運んできた簡単な添え物もテーブルの上に並べられて主客は話半ばでお互いに杯を取ったしかしノブが猿と男爵は杯を手にしたままで続けたしかし法律を盾にご要求を持ち出されればともかくその記録も認めなければなりますまい が私には少しばかり頷けないことは価格を平均する上に当然私のものとならなければならぬ宝石が記録に弟の所有となっていることです。ですから私はこう考えるのです。あなたからの御書面にありました教会に譲られるのは目録にある宝石の半分でいいとのお言葉にあえて甘えることにして そのお渡しする宝石の選択は私にお任せ願いたいのです。お言葉ですが。と、牧師はそこまで聞くと、突然洗い、怒ったような調子で椅子の上に体を起こした。私はそれには絶対に賛成はできません。私の意見としては、実のところ記録通りにするのが一番正しいのではないかと思うのですから。 もともとその記録は私より二三代前の教会管理者の手によって教会に保存されることになったものですしそれを現在になって発見した私としてはそこになんら C を勝手に差し挟む権利は持ち得ないはずだと考えるのですしかしあなたの C 氏からのお手紙には確かに今申した通りの老人は老媒した いやあれは私の間違った考え方でした。私はやはりあくまで法律をかざしてもあの記録通りにすべきだと思うのです。男爵は驚きと恐れにあたかも谷間に転落してゆく人のようだった。牧師は狡猾な相手の言動には寸胞もかしゃくせぬように眼前と険しい眼で男爵をにらみ続けていた。 ややあって老人は全く血のけのうせた顔をあげた。五丁には千までの反抗的な調子はみじんも含まれていなかった。ではあなたはどうしても私からあの目録通りの宝石を受け取ろうというのですか。そうです。それが私としては一番教会に忠実なのですからね。 村上さん。老男爵はなぎ倒されたように、今は全く誇りを捨てた卑屈な態度になって、哀願するように言った。それは私にはあまりに大きい痛手です。私はあなたのお手紙の好意あるお言葉に到底我慢できないことを我慢しようとしていたのです。しかしそれは、 宝石の半数を手放すことで済むと考えたからです。村上さん、実は私たち兄弟は宝石マニアなのです。妻を失い子供もない私たちは宝石にこの人生の遺跡を見つけて、長い間その収集にあらゆる犠牲をかけたのです。私たちは毎日宝石を愛舞することで、 他に何らの楽しみも要求しないで済みました。弟は死んだからその苦痛はありますまいが、現在の私には少なくとも今日ただいままで愛武していた宝石が人手に渡ることは肉を裂かれる気のすることです。それが、それがほとんど私の手にある半分以上の宝石が私の所有から奪われてゆく。 私はもう自殺したほうがましなくらいです。男爵、ちょっとお待ちください。牧師は平然と唇にしていたカットグラスの手を止めていった。奪われてゆくとは正当な言い方ではありますまい。いや、奪われてゆくのも同然です。私は宝石が手元にないくらいなら死んだほうがましだ。 私はあの机の中にピストルを持っている。私は今晩でも自殺してしまう。やれやれ。相手の筐体に呆れたように、牧師はグラスを置いて立ち上がると、手を背に回しながら室内をことりことり歩き始めた。半分も残るなら私には結構に思われるのだが。村上さん 男爵は立ち上がって叫んだ。あなたはどうしても記録通りの宝石全部を。もちろんです。牧師は断固としていられた。そしてそれはなるべく早くお願いいたしたいと思います。わかりきった要件に時間を費やすのはお互いに迷惑ですから。牧師は再び椅子に崩れる老人を尻目に、 一つの窓に近づくと、無遠慮にガラス戸を開けて、外に首を出しながら、室内の運気と傾けた容姿にほてった顔を、夜風に気持ちよげに冷やした。暗い庭では、野鳥の小さく鳴く声が聞こえていた。法律を盾に、とにかく部屋の隅の戸棚から持ち出した、豪奢な飾り箱の中から、ダイヤモンド、 エメラルド、サファイア、ルビー、そのほか、あらゆる種類の石を網羅した、首飾り、襟飾り、指輪、腕輪などのきらびやかな細工品から、大切に宝石のままで保存してあるものまで、目録に記されてある通りの一切を受け取って、牧師が帰り支度を始めたのは、それから三十分ばかりの後だった。 男爵、どうぞ悪く思わないでください。牧師は扉のところで、さすがに気の毒そうに言った。私は教会に対する義務を実行したまでなのですから。男爵は半分空になった宝石箱を膝の上に抱いたまま、死んだようにぐったりなって答えなかった。牧師は とんびをつけて廊下に出ると、送って出たノブに、あの、まことに失礼ですが、お手洗いはどこでしょうと尋ねた。中にございますが。いや、もうおいとましたのですから、どこか廊下に。廊下ならそこにございます。ノブは廊下をトイレットのほうに案内していった。それは、 廊下を一曲がりする角にあってエレベーターと階段に近い2階応接室そこは2階だったと背中合わせのところにあったいやありがとうが牧師はそこで突然ハッと足を止めたあっ隠形を机の上に忘れてきてしまいました小さい四角な教会の引形です かばんに入れるのを忘れてしまって取ってまいりましょうそうですな私がまた顔を出すのは興奮されている男爵にまた悪い影響でもではお待ちくださいましええそろそろ下の玄関の方へ行っておりますからノブは廊下を引き返した部屋に入ると 男爵は魂の抜けた人のように、やはり宝石箱を膝の上に置いて、ぼんやり炉の火を眺めていた。村神様がご隠居をお忘れになったのだそうで。だが、男爵は答えなかった。ノブは先ほど書類の取り扱われた大机の上を調べたが、そこにはそれらしいものは残されていなかった。 床の上にでも落ちたのではないか。ノブは赤眼で床を調べたが、磨かれた多くの床には影はなかった。どこへ忘れていったのだろう。ノブは椅子やらテーブルやらを一つ一つ丹念に探し始めた。七八分たった。が、まだ陰陽は見当たらなかった。あの方の思い違いではなかろうか。 探しあぐねたノブはとうとうそう考え始めたが、ふと開け放たれた窓辺を見ると、そこの窓式に四角の陰陽が乗っているのが目についた。なんだ、あんなところに。ノブはすぐそれを持って廊下に出た。もう玄関に行っているであろうと、急いで階段を降りていくと、果たしてそこに村上牧師は佇んでいた。 お待ちどうさまでしたいやこれは恐縮でしたどうぞご主人によろしく牧師は飲料を懐に入れるとノブに会釈し,してスタスタと玄関の扉から外に出て行ったちょうどその時3階から2階へと昇降機を降ろしてきたエレベーターボーイはどこかで重い銃声のとどろくのを耳にした 彼は木を二階に慌てて止めると、確かにその音がとどろいたと思われる方へ、恐怖まじりに足を運ぼうとした。そこへ階段を登ってくる人があるので、待っているとノブだった。鉄砲の音がしたのです。どこで確かにあなたのお部屋の方で。え二人は連れ立って廊下を急いだ。 そしてノブは半信半疑で扉をそっと開けてみると、二人の目をハッとそば立たせたのは、ピストルを握ってストーブの前に崩れるように倒れている老眼釈の姿だった。2> 第二章、剛警部の捜査。一体、村上氏とノブさんが玄関に降りてから、 誰か2階のこちらの方の廊下へ来た形跡はあるのかね現場林検に先立ってひとまず事件前後の陳述に耳を傾けた D 警察署の剛警部は興奮におののくアパート関係者たちを顧みていった全くありません2階には他に3組ばかり居住者がいますが 全部が旅行やら外出やらで今晩は留守です。3階にはボーイが階段近くで仕事をしていましたし、1階の玄関には私たち受付がおりました。葉山くん、エレベーターボーイの話によりますと、牧師の方はエレベーターで降りられたそうで、以後誰もエレベーターには乗せなかったと言いますし、私もノブさんが階段から降りられてから以後は、 信さんが牧師さんをお見送りして、また2階へ戻っていった以外、階段を上っていく人を見ませんでした。3階にいたボーイも、誰も階段を下りなかったと言います。郷警部は、章の刑事を伴って部屋に入った。心なしか、明かりの色も気味悪く暗く、空気には血の匂いが漂っているような気持ちがした。 どこをやっている脇腹に前から一発ぶち込んでいます。脇腹にね。死体を検索する翔の刑事の達者な手先を眺めながら、剛警部は思案した。ピストルを取ってごらん翔の刑事は死人が固く掴んでいるピストルをもぎ取った。手にしてみると、旧式な パラベラベムオートマチックで、断層を開いてみると、英国エレイ会社のひどく古い製造の黒色火薬団が、一発かけて7段収まっていた。ノブさん、これはご主人のに違いないのだね。ドアのところで、息くれたように震えている老婦人を帰り見ると、豪警部はピストルを示しつつ聞いた。 はい、それはいつもそちらの机の引き出しに入っていたものでございます。ーさん、ここに薬莢が落ちています。翔の刑事は死体のそばに転がっていた真鍮の薬莢を拾おうとしていった。おっと待った。警部は鋭く目を走らせて、その辺りを一別して後、 それに君の指紋をつけないようにしておきたまえそれから2人は一応室内を調べた別に異常もなく村上牧師の開け放った窓がかすかに夜切りの中に揺れていたこの2つのカットグラスは松井男爵と村上牧師がおのおのお酒をやったものなんだねさようでございます ノブは再びうなずいた。一通りの検視は終わったようだった。死人の足元からストーブの辺りにきらめきつつ散らばった宝石。貴金属細工品を椅子の上にひっくり返っている宝石箱の中にひとまとめにしまい入れると、剛警部は誰にともなく。村上氏にとりあえず知らせよう。 さぞびっくりすることだろう。で、警部はノブに向かって。宿はどちらかねお宿は、ノブは当惑したように。私、存じないのでございます。村上氏は言ってなかったのかねはあ、別に。警部は腕を組んだが。 じゃあ、翔野君君一つ村上市の宿を至急調査してくれないか。そして本人を発見したら至急警察へ出頭するように。承知しました。翔野刑事は頷いた。刑事が去ると、豪警部は腕を組みながら室内を行きつ戻りつし始めた。濃い眉の下には何かからりと晴れぬ色が漂っていた。 そうだ、ともかく。警部は室内電話機の前で足を止めた。そして、ダイヤルを警察に回すと、相手に何か意を伝えて、至急と催促した。検視官一行が見えたのは、それからしばらくした後で、一行は簡単に自殺現場を視察すると、剛警部に一切の調査を終わせて、 短歌に乗せた死体と共に、さっさと引き上げていった。それと入れ違いに、春山という部下の刑事が扉を叩いた。ご苦労、すぐやってみてくれ。豪警部も何か部下のポケットから小瓶に入った薬品を受け取ると、まずそのテーブルの上にあるカットグラスと、その横に置いてあるピストルの薬莢からだ。鑑定家で、 その卓越した技量を誇る春山刑事が早速警部の命令に活躍し始めた。と、剛警部も受け取った瓶の線を外して中の白い粉状の薬品をちょうどおしろいでもこぼすようにあちらこちら多くの床の上にまき散らし始めた。剛警部殿、指紋が現れました。コップにも薬莢にもも薬 しばらくたつと春山刑事が顔を上げていった「薬莢にも!」警部は電気に打たれたように叫んだ「よしその薬莢にある指紋を迷彩に調べてくれ」警部はそれからなお一層というよりもむしろ夢中になって粉巻きに従事したとこれまた間もなく叫び声を上げた 成功おい、春山くん、ここを見てくれ。なるほど。警部の示す指先をたどると、暖炉とは対角線の位置にある壁際のマホガニー製の机のそば。きれいに磨かれた床板の上に、先ほど巻かれた白い薬粉が薄黒い化学変化を起こしている。これで僕はやっと気が済んだ。 ところで指紋の方はどうかね薬莢にある指紋はこちら側にあったコップの指紋と同一のようですねそちら側のそうです警部は唇を強く噛んだよしじゃあ今度はその辺りの机こっちの開けっ広げの窓そんなところを一応ざっと頼む警部はそして 足早に廊下に飛び出したのだった。ノブさん。老婦人を2階応接室に発見すると、警部はこれまでにない緊張ぶりを示していった。今夜あなたが村上牧師を部屋から送り出した通りに私にしてみてくれないか。ノブは廊下を引き返してその通りにした。警部は トイレットに入ると一応綿密にそこを調べてそのタイル張りの床の上から「AC」とモノグラムを彫った純金のネクタイピンとちぎれた糸のついた古臭い洋服ボタン2個とを拾い上げて出てきたそれからあなたは部屋に引き返した村上氏は便所から出てエレベーターの方へ行ったということになるのだね しかし、エレベーターボーイの話によると、村上氏は2階応接室の中から出てきて、エレベーターを止めさせ、そして下に降りたと言っているね。すると村上氏は、便所から出て、エレベーターに乗るまでに、応接室に寄ったわけだね。トイレットから応接室の方へ足を運びながら、剛警部が、ノブへというより、自分に言った。 しかし村上氏は応接室に何の用があったのだろうね。受付の人の話によると村上氏がエレベーターから降りて玄関のところへ来て立ち止まったところへあなたが階段を降りてきたという。するとあなたは前後約10分間ばかり飲料を探してくるのに使ったのだからその間中村上氏は便所か。 それとも二階応接室にいたことになるのだ。二人は応接室に足を入れた。と、剛警部の目に初めて意味深く映ったのは、ラウンドテーブルの上に乗っている聖堂の灰皿だった。タバコの吸い殻。それは往々にして犯罪と密接な関係がある。 呂警部は注意深く数えてみた。十本。それが皆、ウェストミンスター。そして、特に注意すべきことは、灰皿には一本のマッチの燃えかすもない。受付の人を呼んでください。警部はノブを帰り見た。ノブはすぐ出て行って、アパートの管理人を呼んできた。 今晩事件後、ここでタバコを吸った人は誰かいるだろうか。い,いえ、今晩は初めから誰も牧師さんと信さん以外に2階を往来した方はありませんので、それにボーイたちは日頃よりタバコを飲みません。先ほどいらした検視官のご一行も、ここにはお立ち寄りありませんでした。そう。いや、ありがとう。そこへ、 春山刑事が郷警部を探してやってきた「電話です翔野君から」郷警部は松井男爵の部屋に帰って受話器を取った電話の中の翔野刑事はこう言った「宿を探し当てました」「N 町の東洋ホテルです」「宿町には牧師村上慶吉42歳」詩詩「シナ・シーシ あるがい5号、キリスト教教会と書いてあります。けれど、本人はもうおりません。今晩10時、と言いますから、ほんの先ほどですね。不当回覧の CC 域品汽船、A2 号に便乗して帰ったそうです。残念なことをしたな。一応はぜひ、会っておかなくてはならなかったのだが、しかし、仕方がない。 とにかく、こっちの調査もざっと片付いたようだから、僕もすぐそちらに行ってみる。待っていたまえ。そして、春山刑事から特別な収穫がないことを聞き入れると、春山刑事に工事を託して、剛警部は事件現場を後にした。村上氏について何か心に留まっていることはないかね。東洋ホテルに着くと、 マネージャーとルームボーイを前にして、合計部はすぐさま質問を開始した。さあ、何しろ、昨日夕刻お月になって、今夜はもうお立ちなものですから。マネージャーは頭をかしげた。特徴としては、ひげが大きく濃く、鼻眼鏡をかけて、昨日からの行動は 昨日はすぐお休みになりました。今日は町を見物に行くのだと言って外出せられておりました。当地には初めてのご様子で大変きれいな町だと言っておられました。用件のことは言っていなかったかね。おっしゃっておいででした。若いルームボーイが答えた。今夜お出かけになるとき、どうも今夜の用件は、 相手がひどく顔面な人だということだからうまくいくかどうか考えると心配だわざわざ C 氏から来た甲斐がないことにでもなったら本当に困ると言っておられましたそれからお帰りになってからは案外常主日だったまあ初めに考えていた通り言ったのだから成功だと言えるだろうとニコニコ笑っておられました 出かけたのは何時頃か、ね、7時半でした。マネージャーが答えた。フロントで M アパートメントへの行き道を聞いてそこまで行くのには電車で何分くらいかかるかとお尋ねでしたので20分ですと申しますとじゃあ今が半だからちょうどきっかり向こうに着けるねとおっしゃってお出かけになりました。 お帰りになったのは9時過ぎで、要件はうまく片付いた。予定通り10時出版の船に乗るから、と感情をお命じになって、それからすぐ船に間に合うようにタクシーでお立ちになりました。なるほど。ところで、村上氏が引用しているタバコは何であったか気がついていなかったかね。さあ、私は、 カチンとライターを弾いて、タバコに火をつけておられるのは見ましたが、そのタバコが何であったかは。ライターそう、わかった。いや、ありがとう。郷警部とショウの刑事は、それくらいでマネージャーたちに別れを告げた。ショウの君ご苦労だがね。東洋ホテルの玄関を出ると、 剛警部は、さすがに好調した顔を向けていった。これからすぐまた、市中の古着屋を回って、昨日今日のうちに、牧師の着る服を買ったものがあるかないか、探してみてくれないか。そして会ったら、その人相を。第三章、事件の真相。 宝石マニアの男爵自殺す。宝石の人手に渡るのを悲しんで、翌朝の新聞は近頃にない好奇的な出来事を争って報道した。人々は冷酷な牧師某の仕打ちを非難したり、男爵の死は宝石への執着ではなく、その価格への未練であろうなどと噂しあったりした。 その頃、豪警部は、警察自動車を走らせて、D 汽船会社旅客課を訪れ、そこで何事かを調査して後、再び松井男爵の部屋に出張して、そこで小野刑事の報告を聴取していた。遅くなりました。何分にも、昨夜は古着屋が大部分寝てしまった後でしたので。小野刑事は言った。 しかし、今朝は早いうちから奔走しました。そしてやっと、その店を探し出しました。最もっとも、古着屋ではなくて、素人芝居の貸衣装屋でした。おとといの夜、40歳前後のひげを青々と剃った紳士が来て、仮装舞踏会に使うのだからといって、牧師の衣装一切、そして、太いつけひげなどを買っていったそうです。 別に主人も注意は払わなかったのでそのほかのことはいやそれだけで結構だ郷警部は上機嫌で叫んだこれで事件はすっかり落着したあとはたった一つ残されている仕事だすなわちすぐ昨夜出版した品汽船「A2 号」に無電を打ってそしてその乗客の中から一人を選び出すことだ とそこへけたたましくベルが鳴り渡った翔の刑事が受話器を取るとそれは警察から豪警部にかけられたものだった郷さんですか電話は言ったただいま水上警察から当警察の方に通知がありましたが宣告無伝が入って日本人村上慶吉は今行航行中の品木船エイリ号より海中に墜落 行方不明になったとのことです。しまった電話を投げつけるように置くと、剛警部は叫んだ。一足立ち遅れた。たった数時間。どうしたのです将の刑事が横から息を弾ませた。いや、村上牧師が殺されたのだ。もちろん、その携帯する宝石のためだ。が、 豪警部はそこで固く拳を握って目に見えない敵を殴りつけるようにしていったもう勝利は確実にこっちのものだ土壇場のあ木きなどをさせはしない庄野君すぐ無電局に行って汽船営利号に次のように打電してくれたまえ年齢40歳前後ひげあらばごく短く濃く なければ、ソリアと青き日本人。三等先客にして、多分、茶の洋服を着す。なお、手に傷を負う。以上の条件にあたるものあらば、逮捕の上通知ありだし。わかったかねわかりました。章野くん。剛警部は、肉肉しげに言った。そやつが、松井男爵を射殺し、 合わせて、村上牧師を戦中から突き落としたやつだ。いや、僕が最初に目をつけたのは、注文通り、寸分たがわない男が、A 利号選客中に発見され、その身柄は厳重監禁されたという通知を受けた D 警察の賑やかなテーブルの上で、郷警部が例のごとく打ち明け話を試みていた。 まず自殺者が弾を横っ腹に打ち込んでいることでした。一体自殺者は大抵素人でも知っている急所を狙うもので、そんな横っ腹なぞを全部から撃つものではありません。僕はピリッとこれは怪しいと思いました。で、そばに落ちている薬莢を翔野君が拾おうとしたのを僕は急にやめさせたのです。それから僕は、 室内にに宝石以上に関する受取書が見当たらないことをおかしく思いましたそれがないために残された宝石が確実にわからないのですで僕はとにかく一応春山君に来てもらって指紋検出をしてもらう一方僕自身は届けてもらったチラスニトロパウダーで症状に散った黒色火薬の検出を試みたのです というのは使用されたピストル弾がご存知の通り実は旧式な黒色火薬弾であったことが僕にそのことを思いつかせたからですところでその結果はどうでしょう薬莢にはありありと人の指の跡がついているばかりかその指紋は客が手にしたカットグラスに残された指紋と同一なのです 客が発射された拳銃より落ちた薬莢に指の跡をつけた。それは何を意味するか。ところで、さらに驚くべき事実は、チラスニトロパウダーの白粉を薄黒く反応させて現れた黒色火薬の跡は、薬莢の転がっている場所では決してなく、そこからは遠く隔たった別の壁の前だったのです。 薬品チラスニトロパウダーは黒色火薬には非常に鋭敏な反応性を持っているため、次のごとく利用することができる。すなわち、オートマチック。自動拳銃は発射とともに薬莢を飛び出させ、その薬莢は床に落ちたときに、その重点火薬が面火薬でなく黒色火薬の場合は、人差という火薬の燃えかすを外に振りまく。 すなわち人差のある場所をその薬品で検出すれば、そこが拳銃の発射場所だと推定することができるのである。ここまで来れば、もう大体のことはわかりました。窓から外を見れば、すぐ近くに太い鉄管のトイが垂直に下がっていますし、それから僕はノブさんをわずらわして、 昨夜の客人がたどった通りの道順を歩いてみましたそして客が入ったというトイレットの中でボタンとネクタイピンを拾い客人が出てきたという2階応接室から10本のウェストミンスターの吸い殻を得たのです僕はもう一切のことは分かった気がしたけれどもなお徹底的に事件を鮮明にするために 今朝ままで活動を続けましたそして村上牧師の死を知らされる直前僕は事件を次のごとく頭の中で解決し終えていたのでしたすなわち1つ松井男爵は昨夜居室を訪れた男のために射殺されその男は窓から問いを伝わって外へ逃げた2つ アパートの玄関から東洋ホテルに帰った村上牧師は真実の村上氏であり、彼は当夜アパートの2階応接室でシガレットケースが空になる程度の時間ぼんやりと待たされた。彼がそこへ着いたのは東洋ホテル支配人の言葉より午後7時50分と推定されうる。なお同人はホテルへ帰還後、 予定通り要件は済んだと言っているから、宝石は受け取って帰ったものと判断していい。以上を総合して、偽の村上牧師は、誠の村上牧師に代わって、松井男爵に面会し、誠の村上牧師が半分の宝石でいいという意思であるにかかわらず、教会型の目録にあった全部の宝石を奪取し、なお、 男爵の自殺可能性を監視して悪心を起こすと、とっさに冒険して、まず一応応応接室に引き返し、そこで多分半分だけの宝石を、誠の村上牧師の医師であった通りに与え、ノブさんが陰陽を持って玄関に行った留守に、松井男爵の部屋に引き返して、会話中に耳に挟んだ男爵のピストルを引き出して、そこから一発見舞った。 そして男爵に自殺を予想はしめるとめぼしい宝石を目立たない程度に脱料して窓から逃げたじゃあ体に力を入れて緊張していた同僚の一人が口を挟んだ「真の村上牧師と偽の村上牧師との関係はどうなんだ?」いやそれはこれから言おうとしているのだ。 剛警部は、会心のあふれた笑みを同僚に返した。では、偽牧師はいつどこで村上氏の所要の内容を知ったか。それは、事件当日、村上氏は午後7時50分をアパートに訪ねる時間としていながら、戦中より松井男爵に発せられた無電は、午後正8時となっていることからして、疑いの目は、 C 氏から D 氏に来る船の中に向けられなければならぬ。戦中の連れ連れというものは、往々にして人の胸筋を開かすものだ。まして、人のいい。それは、機能的にも言えるし、また、東洋ホテルの人たちの言葉による、彼の言動からも察せられる。村上氏のことだ。相手の老怪さに付け入れられて、 ベラベラ一切をしゃべってしまったに違いないところで村上氏を乗せてきた汽船会社に行って調べてみると村上牧師は二等船客で同室には早田慎太郎四十と称する手カバン一個しか持たない茶色の背広を着た紳士邸の男が一人いたことが分かったで僕はすぐ確信したそいつは牧師の話を聞くと これはうまい儲け口が見つかったと考え、たちまちのうちに相手を立派に騙してしまった。すなわち相手を信用させるためには、私は弁護士で松井男爵とは実婚の間柄です。あなたのお話を受けたまわりながら考えると、私の知っている松井男爵はなかなかどうして顔面な方だから。 ちょっとやそっとじゃなかなか話はうまくいくものとは考えられませんが、しかしその話を私に任せてくだされば、日頃の交際を利用して何とか簡単に目的を達してあげることができるかもしれません。というくらいの公言はろうしたかもしれないと考える。いや、これ以上に上手に言ったに違いない。僕がアパートのトイレットで拾ったネクタイピンは、 アドボケートクラブ、弁護士クラブのモノグラムが彫ってあり、このマークは以前一部の弁護士連中が使用したことのある品なのだ。だから多分僕はその男が弁護士であるかどうかはわからないが、そのネクタイピンを出しに使ったのは考えられるように思う。また機能的に考えてもそのくらいのことを言わなくては、 いくら神を相手の牧師さんでも騙すことはできまいと思うでこうして善良な村上牧師を狼楽した男は村上牧師には明夜7時50分に松井男爵のアパートに来るように言い自分は勝手に8時訪問を打電したそしてその当日になった剛警部はそこで言葉を切った どうです僕の推理に不自然はないでしょうか一同は答えなかった。警部は微笑を浮かべて続けた。当夜7時50分、アパートを訪れた村上牧師は、どこかでその弁護士なる男に待ち設けられ、すぐ2階応接室に案内されると、そこで待っていることを申し渡された。 退屈な数十分が経った現れた弁護士は、宝石を渡すと、忘れた隠居はすぐ女中に届けさせるから、玄関の方へ降りていてくれ、と言いおいて、再び姿を消してしまった。この牧師と弁護士の早変わりには、お隣のトイレットが使用されたのは論を待たない。古臭い菓子衣装屋の牧師服が、いかにトイレットの中で虐待されたかは、 そこに落ちていた2つのフルボタンが語ってくれるだろうなあに大勢の人の中で牧師の格好なぞをしている人は少ないのだから信さんが玄関でちょっと見たぐらいで人の違っているのに気がつかなかったのは無理はないよつまり犯人はそこをうまくつかんだのだ明快だ実に論理整然だ同僚の一人が叫んだ だが、犯人が村上牧師と同じ船で D 氏を去ったのはどうして推定できたのだそれは簡単だ犯人にとっては村上牧師は危険人物じゃないか警察が村上氏に話を求めたら真相はたちまちさらけ出されてしまうそんな危ない人を一人にさせておくはずはないシナの C 氏に逃げ延びてしまえば もうあとはどうなっても安全なのだから C 氏に着くまでは村上氏を監視するのは当然だと思ったのだそれに逃走に不自由な D 氏に一日長くいることはそれだけ身に危険率を増すことだから一時も早く D 氏を落ち延びることは必要だったろうまた村上氏が初めから昨夜の船で帰る予定にしていたらしいのも それはもちろん、偽弁護士の勧めに違いないのだから。要件の解決が不明では、村上氏もすぐ帰る予定にするはずはない。あらかじめ犯人にも、逃走の場合の計画がしてあったと考えられる。なお、ついでに言えば、犯人が三等先客だと言ったのは、二等や一等に乗っては、牧師の目にもつきやすいはずだし、茶色の洋服を着ていると言ったのは、 来る時手カバンの荷物だけしかなかったことから推察したのだし手に怪我をしていると言ったのは朝鉄管の問いを調べてみたら釘が思いがけないところに出ていてそこに血の跡がついていたからだだが僕はまさかやつが戦中で下手に犯罪は犯すまいと油断していたもう数時間僕の方が手回しが早ければ村上氏は死ななくて済んだろうに きっと、悪漢が狙っていた絶好のチャンスを村上氏が作ってしまったのだろう。だが、いくらうまく牧師の死を装わせたところで、それは結局自分がその船に確実に乗り込んでいることを示すに役立つだけで、自ら墓穴を掘ったに過ぎないけれどね。剛警部は語り終えると、自信のこもった ほがららかかな笑い声を立ててから言ったしかし皆さんもう少し立てばいずれこの僕のずさんな推理を是正する真実の自白が聞かれるでしょう。まあお互いにそれを楽しみに待ちましょう。